細川軽くは、日本のジャーナリスト、政治学者。日本共産党参議院議員。富山県下新川郡泊町パック出身。小学校の代用教員を経て、東京帝国大学の小野塚喜平寺を頼って上京。新聞配達をしながら、近所中学校に通い、第一高等学校を経て1917年に、 東京帝大法学部政治学科を卒業。小野塚の紹介で、住友総本社に入るも、ジャーナリストの夢捨てがたく読売新聞社に入社。さらに1919 19年、高野岩三郎の紹介で、東京帝大経済学部助手となり、高野が大原社会問題研究所設立に伴い、所長として招かれると、細川も大原社権入りする。 大原社権では1925年から1926年にかけてドイツ、フランス、イギリス、ソ連に留学し、ソ連で片山線の地遇を得る。また大阪朝日新聞記者の大崎秀美や立憲民政党の衆議院議員だった風見明とも地域となり、その後協力して市が研究室を運営してもいる。しかしながら、こうした交友関係は、関係から左翼的。 共産主義的と見られることも多く、1933年には共産党審判事件の余波で治安維持法違反容疑で検挙、1941年にもゾルゲ事件に絡んで検挙されている。1942年には改造史上に世界史の動向と日本を発表、この論史をめぐって陸軍報道部に摘発され、細川は元よりかねてより交際のあった、 改造、中央公論の編集者や研究者が逮捕された。終戦後の1945年9月4日に、保釈9月10日に横浜事件に関して免相となる。1946年9月、世界評論に米騒動とその後の国民的成長を発表。1947年4月の第1回参議院議員通常選挙で日本共産党公認で、 全国区から出馬、当選して、初代の党国会議員団長となる。1950年の第2回参議院議員通常、選挙でも当選するが、1951年9月に占領政策に反したとして逮捕される。不起訴処分となったが、公職追放を受けた。同年、風見明の講演を得て、アジア問題研究所を設立し、主催、また別に、 国際事情研究会を創立。日中友好協会の設立にも尽力し、日中の国交回復にご反省を捧げた。また、大内表へと共に、大月書店版のマルクス・エンゲルス全集の管約者として、マルクスの文献の普及に努めた。1962年、急性肺炎のため死去。ありがとうございます。